アルフレート・ヴィルヘルム・モーリッツ・マイヤー・バルデックは、ドイツ帝国の海軍軍人。第一次世界大戦当時の陳太夫氏総督。サンクトペテルブルクに生まれる。大佐当時の1911年8月19日、オスカン・フォント・ルッペルの公認として、公衆安祖者地の総督となる。マイヤー・バルデックによる、幸福申し入れの総案文1914年8月に、 第一次世界大戦が勃発し、日本がドイツ帝国に宣戦線すると、本国に対し、最後まで義務を守ることを誓う胸を打電した。沈下をの戦いでは一週間にわたり、防戦に努めるが、弾薬が尽きたことを理由に11月7日に、日英連合軍に降伏した。日本軍の捕虜となり、福岡捕虜収容所、後に、奈良市の捕虜収容所に収容された。 同収容所では、経済的制限を除けば、ほとんど無制限な行動の自由が与えられた。戦後の1920年、まだ収容所にあった、マイアーバルデックは訴求して、海軍中将に昇進した。バイエルン州、バードキッシンゲンで死去した。ありがとうございます。